この食の業界というところにフォーカスを当てると、まだまだイノベーションの余地があるんじゃないかなというふうに我々考えています。食文化全体をどうやってご一緒に盛り上げられるかというところを考えていくのが我々の使命だと思っておりますので、やっぱこれ一社じゃ全くできないな、うん、だからたくさんがこうどんどん集まってきて、うん、で初めて世の中へ出てくる、はいはい、でそのたくさんの人たちが集まるときに、まあ、その共通の思いとか夢とか、まあ、そういうようなところが非常に大事になってくるっていう意味で、まあ、そういうものをこう醸成していく場所をね、こうきっちり作っていってみんなでやっていきたいな。チャレンジこそが活力の源であると感じています。 This program has been excellent because we are bringing Mind Current to Japan where employee stress is a very big problem. We are looking forward to expand the business in Japan and very honored to be the first resident in KDC.もう本当に幅広くて、そうですね、やっぱりこれがフードテックの本当に面白いところですし、なんかそこすごいワクワクしました。改めてスタートアップの方とご一緒すると、あ、そうそう、このスピード、この厚さが大切だなっていうのをなんか思い出した感じです。より幸せな人、より健康、そしてより美しい地球を作っていきたい、そういうことをこれからやっていきたいと思ってます。